はい、ガレージライフの高橋直樹です。軽自動車を選ぶユーザーさんがすごく増えてきましたけども、軽自動車を購入する理由、その一つが維持費です。これはやっぱり普通車に比べると全然違います。ただ油断してはならない隠れた維持費というものが存在します。今日はその隠れた秘密の維持費の解説をしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。最近軽自動車の、勢いがすごくて、新車販売のだいたい半分近くまで軽自動車が売れてるという、このくらい人気の軽自動車なんですけれども、やっぱりね、この軽自動車選ぶ方っていうのは乗っても4人だし、何より維持費がすごく安い、まあ、こういったことで購入を決めてるかと思いますけれども、ただですね、その維持費なんですけど、確かにその税金とか、あとそうですね、エコカーの重量税の割引とか、そういった面ではやっぱり軽自動車ダントツに安いわけですよ。ただ軽自動車を選ぶグレードによってです。グレードによってその維持費ってのが結構大きく変わってきます。その大きく変わってくるっていうのは、せっかく買った新車だし長く乗りたいなっていうことでしっかりとメンテナンスしてる場合のお話です。実は隠れた維持費があるよということで、その答えは少し後の方になってくるんですけど、まずはこれを説明しないといけない。まず軽自動車の種類としてノーマルタイプ、あとはカスタムとかね、外装的な違いで選ぶっていう方ね、いらっしゃると思いますけども、実はその維持費が変わってくるのはエンジンの部分なんですよね。ターボなしモデルとターボモデルっていうのが大体用意されてるわけなんですよね。まあその中でね、燃費っていうところでいきますと、最近はね、もう本当に技術が進歩してきてですね、前みたいに大幅にかけ離れてるってことがなくなってきたんですよ。当然軽自動車ですから 660cc で64馬力という本当に限られたそういったエンジンの中で、そうターボとターボなしではやっぱりターボの方がね、燃費悪いんじゃないのって、軽自動車でエンジンもその通り小さいから燃費悪いんじゃないのって言われてきたんですけど、それは確かにカタログ上のスペックを見るとあるんですけど、そこまでひどく大幅には変わらないよっていうところなんですよね。ターボモデルっていうのは購入時ね、ノーマルモデルよりは少し高いわけなんですけど、その隠れた維持費っていうのはここにあるんです。このターボモデル、しっかりとメンテナンスをしてる上でというお話をしましたけれども、ここのエンジンオイルの部分です。ターボモデルのものは NA モデルよりも早い交換時期というものが推奨されております。 NA と同じにやってると壊れるか壊れないかって言われると、そこは完全に壊れますとも言えません。ただ明らかにエンジンにとってはかなりの負担になってるはずなんですね。ということで、ターボモデルってじゃあどこでそんなに頑張ってるのということになるんですけれども、そのターボの構造にあります。ターボの仕組みっていうのはですね、強制的に空気をガッといっぱい取り入れてくれるんですよね、エンジンにね。そうすることで、人に例えると分かりやすいじゃないですか。走る時ってすごい空気吸うじゃないですか。ゼーハーゼーハー言いながら空気を取り入れるわけですよ。それと同じで、力を発揮するにはやっぱり空気が必要なわけです。車も大量の空気にガソリンを噴射して混合気というものを作って、それにプラグで着火して燃焼を得るという構造なんですね。だからいっぱい空気が入ってくればそれだけパワーが上がるということになるんですけれども、どうやって取り入れてるのかっていうと、マフラー側、排気ガス出るところ、あそこの途中に、風車があると思ってください。でこの風車のこの延長上ですね、延長上に棒があると思ってください。そうですね、ペンを使いましょうか。こう棒がありますということで、で、じゃあこっちに何があるのかというと、こっちにも風車があるというイメージをしてください。はい、ではこっちの排気ガスのエネルギーを利用してこの風車が回るわけですよ。するとこっちの軸に取り付けられているこっちの風車も一緒にこう回りますよね。そうするとこっち側には空気を取り入れるところがあるわけですね。だから排気ガスが出ていくと、こっちも一緒に回って強制的に空気が入ってくる、こっちの風車が回って強制的にエンジンに空気が入ってくるっていうのが、これがターボの仕組みになってます。ただもうちょっと複雑な仕組みにはなってるんですけども、ターボの仕組みっていうのは大体こんな感じですね。やっぱりね、軽自動車って 660cc っていう枠があるから、じゃあもうちょっと力欲しいから 800cc ぐらいに増やすかっていうことはできないわけですよ。そうなるとやっぱりターボを使って強制的にパワーアップさせるしかないということなんですよね。他の乗用車だったら何 cc とかでこう設定あるんですけれども、軽自動車の場合はそうするしかないわけなんですよね。
ということでね、じゃあターボの方がいいじゃないっていうことなんですけれども、力強いしね。ただそこでさっきも言ったようなメンテナンスが返ってくるわけですよ。そのターボっていうのがさっき言ったここです。ここの部分、これを風車を支えているのがこの軸ですよ。オイルなんですね。しかも高速で回ります。ものすごい高速回転します、ここの軸が。ということでここがねすごい熱を持ったりするわけなんですよね。しかもね、その排気ガスの通り道っていうことで汚れなんかもついてくるわけですよ。で、そこなんですけども、エンジンオイルっていうのは汚れを取るとか、あとは冷却するっていう作用もありますということなんですけれども、このどちらも酷使するわけ。エンジンのところで頑張ってる冷却、潤滑、洗浄っていうところですね、それがもう一個ターボのところで一つもう一仕事しなきゃいけないわけですよね。エンジンオイルも、まあ、そんな仕事をしていると疲れてきてしまいますよね。性能も落ちてくるということで、それをね放っておくと、そのまた性能が落ちたエンジンオイルがターボの方に回っていって、さらに熱による劣化、そしてねやっぱり少なからずその金属部品なんで、どうしても、汚れとかスラッジとかが出てきてしまいますよね。そうなるとそのターボ自体の冷却機能もですね、どんどん落ちてきちゃって、ターボがねもうダメになってくるわけですよ。いよいよそのターボがね限界になってくると、オイルが循環されているところのパイプなんかが目詰まりしてきてしまいます。そうするとその高速で回っているところがですよ、ターボのメインとされているところが十分なね潤滑ができなくなれば、そのシャフトがもう焼き付いてしまって、完全にターボが機能を果たさなくなってしまうということになります。となるとやっぱりターボなしモデルよりもどれだけエンジンオイルが酷使されているのかっていうのが分かるはずです。じゃあ酷使されているだとしたら、そのターボモデルは NA モデルよりもちゃんと管理しなきゃいけないということになるわけですよね。いくらぐらいの頻度かというと、だいたい設定されているのが、まあ、標準で今1万5000キロって言われてるじゃないですか、ね、普通の場合で。ただ前も何回か動画でお話ししてるんですけど、そのシビアコンディションに該当する場合はその半分になりますよということなんですよね。だから1万5000キロで交換を推奨してますと、メーカーで。でただシビアコンディションの場合は半分の7500キロになります。でそのシビアコンディションっていうのがすごく走る人とか、あと山岳地帯をよく走る人、通勤とかでね、あと高速道路によく乗る方とか、あと走らなすぎる人っていうのもシビアコンディションに当たりますということで、ほぼほぼシビアコンディションに当たる方が結構多いんですよ。なので、世間ではだいたい5000キロで1回とかね、まあ、そういう話が出てるわけなんですよね。まあ、これね、これを語ると賛否両論っていろいろあるわけですよ。メーカーが1万5000キロでいってるから、じゃあ1万5000でいいんだよっていう方もいらっしゃるでしょうし、逆に1万5000キロで言われてるんだけど、まあ、シビアコンディション、まあ、5000キロで保管がその予算的にもちょうどいいんじゃないかなとはお話はしてるんですけど、ただやっぱりね大事に乗ってる方で3000キロぐらいで交換してる方もいらっしゃいます。メンテナンスとしてはすごく素晴らしいことだと思います。でさらにそのターボエンジンになりますと、その半分になってきますね。大体半分と言わずとも、例えば、そうですね、5000キロでやっているとしたら、ターボモデルっていうのは3000キロぐらいで交換っていうのが大体の目安になってきますね。ただこれもいろんな意見があるわけなんで、5000キロでやっても壊れないよっていう方が、結構いるかと思います。ただターボエンジンがそこまでの仕事をしているかということが分かればですよ、これを聞いてね判断してもらってもいいのかなと思います。だからこれそれぐらいの頻度でやんないと絶対壊れるよって言ってるわけでもなく、しかし壊れる確率っていうのはターボエンジンに関してはそこまでメンテナンスをしていないと確率的にはやっぱり高くなるということなんで、ここは気をつけていただきたいなと思います。だからだいたい普通の NA エンジンの倍ぐらいのエンジンオイル交換頻度になってくるわけですよ。そうするとそうなると結構なね維持費になるじゃないですか。ただこれがターボが壊れてしまえば、ターボの部品とか工賃なんかもかかってくるわけで、やっぱりねちょっと NA エンジンよりも気持ち早めのオイル交換っていうのはおすすめしますね。ただ2倍の頻度とは言っても、あくまで軽自動車同士で比べた場合なので、それが普通車と比べるとねそんなに変わらないのかなとは思いますね。っていうのもエンジンオイルの入る量がやっぱり普通車ですと倍ぐらいになりますので、そういう発想に切り替えれば気持ちの負担も少なくなるのかなとは思いますけれども、ただそれでじゃあターボエンジンじゃなくて NA にした方がいいのかなっていう考えも出てくるかとは思いますけれども、そこはですね妥協しないで考えていただきたいなと思います。はい、これはですねいろんな例を見てきたわけなんですけど、そこら辺しか走らないし NA でいいかなって、ね、ターボモデルになると購入する時も高くなるしどうかなってね
迷ったりする方もいるんですけれど、そのね、ターボ付きモデル乗ってみた時の感動ってやっぱりねすごいです。よいしょっていう感じしないんですよね。 K で例えばフル乗車しました、そうするとやっぱり 660cc っていう排気量ではちょっと頑張ってるなって感じがあるわけで、しかもそれで山を登ったりとか高速乗ったりすると加速ちょっと頑張ったりしなきゃいけないわけなんですよ。しかしターボモデルだとそういったところのストレスがなくなるわけなんですよね。なのでその NA モデルを買ってしまってから後で後悔するよりも、ちょっともしそういった心配があるのであれば、その燃費もさっきも言ったんですけど、そんなにね劇的に変わるわけでもないし、車っていうのはねストレスなく楽しく走るっていうのがやっぱり一番いいと思いますので、そうなるとですね、あ、ターボ買ってよかったなって思う瞬間っていうのは絶対あると思います。ということですね、隠れた維持費っていうのがそのエンジンオイルの交換頻度っていうところにあるんですよね。たださっきも言ったようにね、その負担とは思わずね、普通乗りに関しては普通車ぐらいのメンテナンスかなっていうことで思っていただければ気持ちも楽になると思いますし、せっかく買った大事な車ですから長く大切に乗りたいという気持ちはあると思いますので、ターボモデルは一つターボというところで大きな仕事をしているので、ちょっとおせっかいなアドバイスぐらいで考えていただいて、何千キロとは言いませんがターボなしモデルよりは少し気持ち早めに交換するといったことでメンテナンス心がけていただければなと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。